四十九百式銃爆撃機、ドンリ飛行する百式銃爆撃機一型百式銃爆撃機は、第二次世界大戦時の大日本帝国陸軍の銃爆撃機、基盤号は機四十九、愛称はドンリ略称、故称は百式銃爆、百式銃爆、百十、百十、四九など、連合軍のコードネームはヘレン。開発、製造は、 中島飛行機。1944年4月には、キングレコードからドンなどをテーマにした、正規ドン新塚笹田が作られている。開発年は、後期2600年の1940年で、陸軍に正式採用されたのは1941年である。原則的には、正式採用年にちなみ、一式重爆撃機と命名するのが慣例だが、 1940年は、めでたい年で、全国的に祝賀ムードだったこともあり、後期2600年の数字を冠して100、重爆撃機と命名された。ノムリューとは、勇ましい愛称だが、実際には、江戸時代に貧乏人の指定を養育した心、優しい浄土宗の僧、ドンリュウの名前から取ったものである。これは、製造会社の中島飛行機の工場があった群馬県、大田市に、 子育て、ドンリュと呼ばれた対抗員があったことから名付けられたという。97式銃爆撃機の後継にあたる本機は、戦闘機の護衛を必要としない、高速性能と銃武装を合わせ持った銃爆撃機として設計された。対素戦において、敵飛行場を攻撃する航空撃滅戦に用いる構想であった。しかし、結果として同時期に出現した。 敵戦闘機に比較して、高速と言えるほどの性能を持つには至らず、実戦においては常に味方戦闘機の護衛を必要とした。1938年に帝国陸軍は中島飛行機に対して新型銃爆撃機器49の開発を命じた。同時に三菱重工業に対しても銃爆撃機器50の試作を命じたが、こちらは計画だけで中止となった。 陸軍からの指示は、で、いずれも97式重爆を上回る性能を要求されることとなった。中島では、この過酷な要求に各種の工夫をもって取り組み、1939年8月に試作第一号機を完成させた。翌月から審査が開始されたが、その後エンジンの強化を含む各種の回収を施した試作機2機と増加試作機7機が完成した。そして、 1941年3月1 0 0式重爆撃機として、正式採用された。後継機は4式重爆、飛竜。総発機であり、レシプロエンジンを左右両主翼に搭載している。燃料タンクは防弾式であり、機銃も6門搭載している。胴体5上部に 20mm 機銃を装備し、他に機銃座は、機種、胴体左右。 胴体降下部、ビブにあった。防御力に加え、最大速度も、I 型で時速 470km という速であり、同時期の一式陸上攻撃機より優れている部分があった。爆弾搭載量は 750kg から 1000kg。人地爆撃を主目的として、太平洋戦争中の中国戦線及び南方方面で活躍した。 また輸送機としても使用されたほか、内地での飛行訓練用としても用いられた。本機は、性能的に見て武装が強化されたこと以外は97式重爆とあまり差がなく、またエンジンである四41は信頼性に乏しかったことから、それならば、以前から配備されていた97式重爆の方が信頼性があると言われ、実戦部隊での評判はあまり良くなかった。 97式重爆と比べ性能に大差ないことは、試作審査の段階で、陸軍も把握していたが、すでに性能的な限界にある97式重爆に、比べて、重武装であることや、将来的な発展性を期待され正式採用された。しかし、その後行われた、改良後もすべての面において飛躍的な、性能向上はなく、乾燥した破百も、 また決して信頼性が良くなかったため、97式重爆と比べると目立つ活躍することもないまま終わった。これは本機の性能以外に多くの機体が対ソ連戦を見越して満州や中国北部に配備されたため実戦参加の機会が少なかったことも理由であった。元来陸軍の重爆は対ソ戦専用に適用させた機種であったこともあり、 またエンジンに信頼が置けない本機は、比較的長距離の進行や、洋上飛行を伴いがちな南方戦線では特に、使いどころに乏しかった。生産数も2000機を超えた97式重爆と、比べると、各方合わせて813機と伸びなかった。重武装することにより敵戦闘機の攻撃を撃退するという戦術思想は、 爆撃機の防御火力の有効性を過大に評価したことから生まれた。当時の爆撃機の防御火力は本機も含めてすべて人力操作、照準であり、高速で軽快に動き回る短座戦闘機に対して命中率は極めて低かった。結局のところ、当時の技術では戦闘機の護衛なしで活動できる爆撃機は実現不可能で、機上の空論に過ぎなかったと思われる。 圧倒的な高性能を誇り、動力銃座をも装備し、日本の戦闘機を寄せ付けないとまで言われた B-29 戦略爆撃機ですら、護衛戦闘機をつけていない時期には少なくない数が撃墜されている。1943年6月20日のポートダーウィン空襲では、一式戦闘機、春の護衛があったとはいえ、出撃した18機中16機が46機の、 スピットファイア隊の攻撃を耐え切って帰還している。そのため、戦闘機との連携が良い状況では、百式重爆の防御火力と防弾装備の有効性は高く評価されることもある。しかし実際は帰還した機体の多くが大破しており、修理不能として現地で廃棄され、百式重爆のポートダーウィン空襲はこの一回切りしか行われなかった。ありがとうございます。